お疲れ様です。今回は1ヶ月以内に YouTube のチャンネル登録者数を1000人以上にね一気にしてしまう方法ですね。これがノクさんの方からこうねお話し下ったというところで私も早速ね動画の方を拝見してみました。でその動画はリンクの方につけておきますけどもいや,やっぱりねアルゴリズムっていうんですかグールが喜ぶことをすると その YouTuber さんに対して Google が応援してくれるんですよね。だからやっぱりこのてこの力を使わない手はないかなっていうのと、あとやっぱりね、あの、誰かのために何かをするっていうことがビジネスの一つのチャンスになるわけなんですけども、Google のためにこれをするっていうふうになると、Google もそれは喜ぶわけじゃないですか。で、少なくとも Google っていうのは利益を上げるために YouTube っていうプラットフォームを我々に開放してくださってるんですよね。だから、儲けて、 もらわないといけないんですよね。私たち YouTuber としては。Google に設けてもらわないといけない。で、Google の利益を考えてる人には、あやっぱり Google も私たちにそれなりの道を授けてくださいますし、そうじゃなくてね、自分勝手に使って、あ、俺は自分どうでもいいんだみたいなね、Google のこの YouTube って仕組みをね、ただ乗りする人には結構冷たいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、とはいってもね、私もね、の Google のこの YouTube 使わせてもらって何回もね、 あのチャンネルの危機に見舞われてますんで、割と好かれてはいないのかなと思います。ただやっぱり、政治系チャンネルに絞って放送すると、これはね、大量のアクセスをこう呼び込んでですね、もう一気に、あの時も1ヶ月ぐらい、2週間ぐらいでね、チャンネル登録1000人突破して、2、3ヶ月で5000人ぐらいになりましたからね、5000人じゃない、3000人だったかな、ちょっと、ね、忘れましたけども、うん。でもそのぐらいね、バンババンと増えたんですよ。それから、今、これ放送してるメインチャンネルも、 ある時期ね、一気に6,000人ぐらい増えた時期がありましてその時は暗号通貨の情報が足りてなかったところに毎日毎日暗号通貨の情報を、ね、出していったんですよね、まあ、そうすると暗号通貨の情報がすごくホットだったんで多くのユーザーさんが YouTube にこう情報を求めてきてねでそこでアカウントを作るみたいなことをしたんですよここが大きなヒントです私は YouTube の動画を投稿する際に YouTube の特徴ってねアカウント作らなくても見れるってことなんですよ でも見た結果、この動画を見てアカウントを作りました。コメントが書きたくて、ダイレクトメッセージが送りたくってアカウントを作りましたっていう人が増えると、その動画の YouTube チャンネルってのは、かなりに、ね、応援してもらえるんじゃないかなってところがあるんですよね。当時はそういうふうに、えー、狙ってやりました。狙ってやったんですけども、あんまり狙いすぎると、仕事みたいになって苦痛なんで、やっぱりね、9割ぐらいは自分の好奇心なんですよ。で、1割のオファーを使うんですよね。で、結局モチベーションがなんで落ちるかっていうと、 数字が走り出したらねモチベーションが落ちるんですよ数字を求め出したらですよだから第一にやるのは楽しくやることそれから人のためになってるっていう実感があることですよねだからそれは数字に YouTube っての出てくるんで再生数が増えたとかねチャンネル登録が解除が起きたとかそこにはやっぱりこだわっていかないといけないかなと思いますもちろんある一定のレベルを超えるとどんな動画を出しても YouTube に広告収入をねもたらすことができますんで、まあ、そうなるとね 自分の好きなことをやっていっても、まあ、グーグルが見放すことはないかなっていうのと、私の場合はグーグルに対しては、グーグルマップでもね、かなり貢献してるんですよ。ローカルガイドって言って。そういう側面から攻めることもできるかなと思います。まあ、これはまだやってないんですけどね。まあ、いずれやろうかなというところでございます。さあ、それでは私の、その、YouTube チャンネルね。もう、グーグルのこれが良かった、あれが良かったばっかりをね、 動画放送している時期があったと思いますんで、私からそれがね、ヒントになると思います。それでは、あの奥さん、引き続き、よろしく、メカドック。